明日は土用の丑の日です。夏のスタミナ食として親しまれているうなぎですが、漁獲量の減少などによって価格の上昇が続いています。そんな中、今日松山市内の鮮魚店ではかば焼きの実演販売が始まりました。コンセプトは高いけどお得です。松山市西一番の土屋鮮魚です。明日の土用の丑の日を前に、毎年恒例特設テントでの実演販売が始まりました。今年はうなぎの稚魚、いわゆるシラスウナギが全国的な不漁に。国産うなぎの供給量が大きく落ち込んでいるということですが、土屋鮮魚ではいち早く県内産のうなぎを仕入れ、去年と同じ5000尾を販売します。気になる価格は、特特大のかば焼きが1尾3600円と去年と比べて2割ほど高くなっていますが、今年のうなぎはかなりね、太ってます。目方的に、ね、超えてる。なので大きさ的にはかなりお得です。今年の愛媛産うなぎ、味も上々とのこと。先ほどちょっと食べたんですけど、かなり脂乗ってます。基本僕うなぎ嫌いです。そんな店長ももう美味しかった。今年の愛媛のうなぎは。店には午前中から自慢のうなぎを買い求めるお客さんの姿が。はい、お待たせしました。どうもありがとうございました。ある時近所なので、今も匂いがしてきて、あの匂いを嗅ぐと食べたくなりますよね。一時期ちょっと東京にいたんですけど、やっぱり東京のうなぎとは全然違って、焼きたてを食べられるっていうのは美味しい。待ちきれない子どもたち、骨せんべいをちょっとつまみ食い。美味しいです。暑い夏を乗り切るスタミナ食、土屋鮮魚の実演販売は明日も行われます。